吉田さん、オバマ大統領ですか。やっぱさすがいいこと言いますよね。オバマ大統領は、何、アメリカは誰かがやってくれるって国じゃなくて、自分がやる国だっていう意味だったと思いますけども、まあこれケネディ大統領も言ってましたよね。この国が自分に何をしてくれるかを問うのではなくて、自分がこの国のために何ができるのかを問うべきだというふうにね。まあ通常なんか自分のことで精一杯っていう言葉が免罪符になっていて、他者を見て見ぬふりしても許されるようなね、そんな考えに陥りがちなんですけども、うん、その他者に何かを施すためにいかに自分の余力を作っていくかってことが常に問われてるんじゃないかなと思うんですよ。自分のことで精一杯っていう道理が許されるんだったら、まさにね、家族を抱えてるお父さんとかどういうになっちゃうんだろうなとかね、いろんなことでね、精一杯やっていくお母さんとかもね、どうなっちゃうんだってことになりますよね。やっぱいかに自分以外の人に余力を振り向けるために、まあ、自分をね、こう整理整頓していくのかっていうところなんじゃないかなと思うんですよね。で、今回はね、ちょっとその話題とは違うんですけども無理やりこじりつけるとしたら、こんな言葉はいかがでしょうか。戦争に備えることは平和を守る最も有効な手段の一つであるということでね、ジョージ・ワシントン大統領が言われておりました。つまり常に危機が訪れた時に、よそから喧嘩を吹っかけられた時に、災害が起きた時に、その時に慌てたんじゃダメだってことなんですよね。すべて起きうることっていうのは想定できるはずなんですよ。地震、雷、火事、親父、破産、逮捕、大病、全部予測できます。人間ってのは常にそういった落とし穴に落ちてるからなんですよ。たまたま今まで自分に遭遇しなかっただけで、これからあるかもしれない。と思ったらね、病気になったらどうしようとかね、仕事を失ったらどうしようとかね、なんか襲われたらどうしようとかね、そういうことに常に備えておけば、まあそういうことが起きても対処できますよってことなんでしょうね。うん、だから準備が唯一の行動であるっていうふうにね、速稼塾でも教えているんですけども、準備なきものに行動なしということなんでしょうね。そもそも準備すらできないんですから、行動できないでしょうってことなんですよ。ことが起きてからで遅いので、全てこれから訪れる時間のために、自分の人生のために備えておくことっていうのは大事なのかなと思うと、一瞬たりでもサボってる暇ないのかなというところじゃないですか。じゃあ、いってらっしゃい。